はい、どうも、ゲニです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、えー、まあ赤と緑、サポート編成、まあご紹介してきたんですけども、残すところ、今の環境、かなりきついと言われてる、青属性になってくるんですね。はい、青属性のサポート編成について、えー、今回やっていきたいと思います。はい、まずはこちらになってくるんですけども、まあ基本的なアタック、 ゲッター編成ですねはいこちらになってくると、まあ、どういったサポート編成になるのかっていうと。 アタッカー、麦わらの一味、ゾーン系、そして新世界という形になっております。うん。もう本当にね、緑に対してどうするかというところになってきますね。はい。なので、この麦わらの一味で言えば、クリティカルで受けるダメージが30%カット。そしてこちらゾーン系はですね、苦手属性の敵から受けるダメージを15%カットと。はい。まあなんで、シャンクスとかね、おでんとかまあいると思うんですけども、そこら辺からダメージカットをしっかりしていくと。で、それに加えて、えー えと苦手属性の敵に与えるダメージを15パーツを加する。まあ、なので緑属性に対してダメージアップ、ダメージカットをし。 しっかりとつけて戦っていくという感じですね。はい。なので、今まで赤と緑に関してで言うと、グランドライン編成がね、多かったんですけども、青だけはもう新世界編成になってきます。はい。なので、この新世界はね、必ず入れておきたいかなというふうに思います。はい。まあこんな感じかな。はい。で、一応、カイドウとかね、えー、皆さん使われてると思うんですけども、うん。まあカイドウの時どうすんのって言ったらね、結局ね、ここにカイドウを入れるだけなんですよ。 いや、本当に。うん。で、これがなんでなのって言ったら、ゾーン系をして、ディフェンダータグを、まあ、一番はつけていきたいんですよね。はい。このディフェンダータグを付けながら、このゾーン系を付けていきたいんですが、要はキャラクターがね、そのディフェンダータグに揃えるといないので、これができないんですね。はい。なので、えー、このまんま、えー、カイドウに関してで言うと、まあ、使っていくと。うん。で、他の結局、あのー、ディフェンダー、 うん、に関しても、要は同じようなことになってくると思います。えー、なんでっつったら、ゾーン系つけるにはこういったアタッカータグになってしまうからですね。はい。なので、この一つの組み合わせができれば、今の環境を青属性楽しんでいけるということになってきます。はい。なんで、ぜひとも皆さんこちら参考にしてキャラクター育成やってみてください。 はい、で、もう一つがですね一応、あのー、まあ、赤も緑もある王家七深海編成になってきますそれがこちらになってくるんですけどもはい、えー、こちらですねアタッカー、王家七深海超人系戦長、新世界、ディフェンダータググランドラインが4タグとはい、いう形になっております。まあ、めちゃくちゃ強いんですよね。青の王家七深海キャラってめちゃくちゃいるのではい、えっ、ー、とこういったね、編成がしやすいで、じゃあ何使うのって言ったらね、このお波とかね、お波で フィルムレッドの波、うん、このキャラクターねほんとあのー、まあ敵をねこう倒していくのにはかなり、えー、と全然良くないんですがもう本当にね最終局面の波はめちゃくちゃ強いそして消える時間が長いから見失ってる時間もやっぱ長いわけなんですよねはいなのでまあこのキャラクターを使う時はですねしっかりと王家七部会のタグをつけてあげて消える時間ステルスの時間をですね伸ばしてあげましょうとうんで他のキャラクター で言えばこういったなごみですねはいこのなごみのキャラクターなご、えーまあ、みで言えば、えー、こちら、えー、虹の 夢の虹色。はい。これ無敵状態ですね。これがもう約10秒からまあ11秒ぐらいに、えー、まで伸びるので、えー、まあ全然変わってくるかなと、はい、いう形ですね。で、あとはですね、コビーとか、はい。で、あとはまた、あの、ゴーン・サッシャーみたいな感じのあの言ってるあの映画キャラですね。はい。あのー、金色の方です。はい。金色の方だったり、あとはビッグマム。はい。超スのビッグマムですね。はい。こちら。 これも、まあ、多くか七部会のタグが必須になってくるという形ですね。はい。まあ、なんで、そういったキャラクターを使っている方はですね、しっかりと多くか七部会のタグをつけて、ええー、と、まあ、そのね、状態異常って、不要をする、えー、っと、キャラクターに関しては、しっかりと伸ばしてあげましょう。はい。も、ま、う、あ、それ以外に関してで言うと、もう、こちらの一番のやつで、すべていけると思います。はい。なので、こちらをね、真似してもらえれば、今の青、えー、楽しんでいけるんじゃないかなと、と、えー、いうふうに思います。はい。それでは、続いてなんです。 けどもまあ カイドウをね、えー、こちらに使わなくて、他のディフェンダーのキャラクターたち、まあ、フランキーとか、まあ、戦国とかね、はい、えっ、ー、と、まあ、こういったジャッジとかいるんですけども、はい、こういったキャラクターを使うときにはですね、このディフェンダータグっていうのが付けることができるんですね。はい、ディフェンダータグ、ゾーン系、新世界という形で、まあ、しっかりと硬さを出していけれる、えっ、ー、と、サポート編成にすることができると。うん、なんですけどね、まあ、やっぱりもう、めちゃめちゃ食らってしまうので、 あのー、まあ、おでんのとつかにしろ、シャンクスの攻撃にしろ、めちゃめちゃ食らってしまうので、今はね、別にここまで固くしなくても、俺はいいかなというふうに思っております。はい。なので、あのー、青キャラクターのディフェンダーに関して言うと。なので、無理して、このディフェンダータグとゾーン系をやるんだったら、うもう最初の、えー、こちらのですね、アタッカー、麦わらの一味、ゾーン系、新世界の、えー、このパターンで、まあ、基本的には俺はいいと思います。はい。まあ、なので、どうしてもね、俺は勝ちか のメダルを作ったカチカチにしたいうーんとまあシャンクスがいない時にカチカチでフォーってなりたいっていう方はですねこちらでいいかなというふうに思いますはいなのでまあこちらはねえーまあ皆さんの好き好きなえーやりたい方に、えー、まあ、やってみてください はい。それではですね。まあ、各パーティーのサポート編成に必要なタグ紹介をしていきたいと思います。まあ、もう正直な話なんですけども、この青編成のこのサポート編成って4タグがマックスなので、正直4タグマックスってまあ少ないじゃないですか。まあ基本的に揃えようと思ったら6個ぐらいね、えー、6タグ揃っていくのに、4タグしか揃ってないので、まあちょっとね、きついところあるんです がはいえーまあ、これはねどれ捨てるってなったらね、まあ、ゾーン系のキャラクターが揃ってない方の方が多いと思うのでアタッカー新世界をししっかりとつけていきましょう、はい、そして、えーまあ、火力をしっかりとつけてる状態でもうね、えー、もうダメージは負ってしまうけども。 倒すうんシャンクスおでんをしっかりと倒していくと、はい、いうねえー、感じのスタイルでいいんじゃないかなというふうに思いますはいそしてですねこちらの王家七部会編成に関してで言うとまあね、えー、赤で赤でも緑でも話したんですけどもまあつけれる分だけはつけといた方がいいかな王家七部会のやつははいまあただしね4%ここの3択ぐらいまではね正直多分 わかんないと思います。4%延長されたとて。はい。まあ、なんでわかるのがね、まあ10、10%ラインぐらいかな。はい。4タグ揃えれるのであれば、王家七部会のキャラをですね、ここを4人、えー、入れることによって、そこだけはしっかりと発動させていこうという形ですね。はい。んで、えっ、ー、と、ま、あ新世界はですね。はい。ここの新世界は、ま、必須になってくるかな。はい。やっぱり緑に対してしっかりとダメージを入れれるようにしておきましょう。うん。で、王家七部会のね、この変数 しようと思ったらねあの青っていうのはアタッカータグにどうしてもなってしまうのでまあこれはねアタッカーが揃ってしまうのでまあ、これもアタッカー新世界が必要で桜花七部会をですね、まあ揃えるだけ、えー、揃えていくという感じにしていった方がいいと思います。はい そして、えー、先ほどのですね、こちらのディフェンダーのやつに関してで言うと、もうこれはカチカチにするためにこのサポート編成にしてるので、こちらはディフェンダータグとゾーン系、これをしっかりと付けていきましょう。逆にこの時はですね、新世界、まあ、捨てていいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、ゾーン系、ま、あね、多分ね、あのー、ま、あこの形ができるのであれば、うん、もう大丈夫だと思う。<laughs> <laughs> はい、まあ、この形が逆にもうできなかったら、えー、とこの、ね、ディフェンダータグゾーン系新世界っていうのができないのであれば、この1番の編成にした方のがいいと思います。はい、いいと思いますね。はい、まあ、なのでぜひともね、皆さん参考にしてやってみてください。はい、ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。じゃあねー。